1896年地形図における、アンジョ王の館アンジョ王の館は、ロンドンウェストミンスターにかつてあった、建築物。場所は、グリッドレファレンス TQ296795。1873年に建築され、用途は、住宅とホテル。当初は12階建て、後に14階建てとなり、イギリスで最も高い建築物であった。 ホテルと住宅の広告1874年と1877年に南と西に増築。これにより、ビクトリア城はバッキンガム宮殿からウェストミンスター宮殿が見られなくなると不快感を示したが、当時は100フィート以上の建築物を制限する放棄はなかった。その結果、80フィートの高さ制限を規定した。 ロンドン建築法が1894年に制定されることになる。第二次世界大戦中には政府機関庁舎として徴用され、防空壕が建設され、海軍本部委務局が入居していた1947年には建設省が21年間沈貸することとなった。1973年に解体され、跡地には50クイーンアンズゲートが建設された。ありがとうございます。